投げ出す子をやり抜く子に変えるキッズコーチミスターおかちです。3歳から6歳のお子さんに絶対読んでほしい本、それがこちらです。気持ちの本。ちっちゃい時は自分で自分の気持ちがわからなかったり、その気持ちを上手に表現できません。その時に自分の気持ちを我慢したり、自分の気持ちを表現することを誰かに否定されると、大人になった時に自分が何が好きかわからない、何がやりたいのかがわからない、そして自分のことよりも他のことを優先して幸せになれない、生きづらくなってしまうんです。だからちっちゃい時には自分で自分の気持ちを感じるということを大切にしてほしい。この本ではいろんな気持ちが書かれた子どもたちの絵を見ながら、一緒になって気持ちを考えることができます。そしてこの本を読みながら子どもに伝えてあげてほしいんです。泣くことは悪いことではないからね。怒りを無理やり我慢しなくてもいいからね。お父さんとお母さんはあなたのどの気持ちも大好きだから、そのままのあなたの気持ちを大切にしてね。そのままのあなたが大好きだよって。自分の気持ちを感じるということ、これはめちゃくちゃ大切。おかっちはそう思う。